今日は2013年の4月22日ですね。朝日新聞の一面は中国の四川省で、大地震があってだいぶ被害が出ているという話があって、その隣は麻生副総理らが靖国神社を参拝したということですね。今靖国神社は春のお祭りをやっていて、それに麻生総理とか何人か閣僚が行って、安倍総理大臣は正垣という、まあ、お供えをしたんだという、まあ、これをやると中国とか韓国とかいう国が非常に気分を害する、まあ、軍国主義の象徴として靖国神社があるわけで、彼らにとってはですね、でそこにわざわざ参詣して他の国の神経を逆なでするという非常に、まあ、私は愚かな行動だと思いますよ。まあ彼らがなぜ参詣するかといえば、国のために命を落とした人たちに、まあ英霊に、国のために命を捧げた英霊に哀悼の誠を捧げるのは当然のことだ、まあ、これはいいんですよね。国が起こした戦争という喧嘩のためそこに駆り出されて命を落として、その人らに対して哀悼の念を、まあ、捧げる、まあ、当時はそれが正義とされていたわけで、命がけで戦って死んだ人たちに哀悼の念を捧げて、弔うということはとてもいいことです。しかしそれをなぜ靖国神社でしなければいけないかということですよ。わざわざ他の国が不快の念を示している、軍国主義の象徴として今も存在している靖国神社でそれをしなければいけないか、そこでなくて他のところで哀悼の念を捧げればいいだけの話じゃないですか。なぜそこでやるかといえば、未だに喧嘩で勝った方が領土を分取るんだという昔ながらの、まあ、動物的な考え方がそこにあるわけですよね。まあ、これは日本だけじゃなくて他の国にもそういうものがあって、国連などというものはそういう野蛮な考え方を改めましょうということでできているにもかかわらず、まだそういうものが人間の中に残っている。それを克服しようとする考え方というのはあっているわけですけども、しかしそれをあえてしない、まあこの靖国神社参拝というのはまさにそういうことだと思いますよ。なぜそういうことをしたがるかといえば、そういうことを喧嘩で勝って軍事力で自分たちの国の言い分を通すということをすることによって、自分その欲望が果たされる人たちというのは、私はやっぱり国家権力と結託した企業なんだろうと思いますね。一般国民がそういうことによって利益なんかないわけですよね。みんなで仲良くすらいいじゃないか、世界中の人と仲良くすらいいじゃないか、そういう考え方ではない。力の強い者が相手を征服して自分たちの利益を得やすくする、それはそういうことをしたがるのは、私はやはり企業、とりわけ大企業なんだろうというふうに思いますよ。そういう考え方で行動した結果、国民がハッピーになることはほとんどない。それどころか、国が起こした、国家権力が起こした喧嘩のために駆り出されて命を落とす、本人もひどい目に遭えば家族もの涙に暮れなければいけない、それが歴史の中で、まあ、日本だけではないわけですけども繰り返されてきたんだろう。それを克服するのが人類の英知なんだろうと、そういうふうに思います。今日は前回に続いて、これは鯉のぼり、前回は漢字で鯉のぼりだったんですけども、今回はひらがなで鯉のぼり、まあ、前回はイラカの波と蜘蛛の波というなんか
格調高い日本語で綴られていて、童謡というよりもやはり唱歌ですよね。しかし今度の鯉のぼりは、これもまあ唱歌ではあるんですけども、童謡としての唱歌。屋根より高い鯉のぼり、大きい孫岩はお父さん、小さい肥後岩は子供たち、面白そうに泳いでる。これも誰でも知ってる歌です。ということで、今日はこれぐらいしておきます。